皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、以前ですねネオバイクブロンプトンで何するっていうタイトルで投稿させてもらったんですけど、思いのほかですね、見ていただける方が多くて、あ、ちょっとこのネタでもう一遍やったろうかというような、投稿になるわけでございます。で、実はですね、明日明後日なんですけども、東京の方でですね、ちょっと催し物がありまして、それにちょっと行きますってと、久しぶりにね東京に飛行機輪行で行ってくるんですけども、なんで行こうかとなった時に、このネオバイクブロンプトンですね、ちょっといいねというようなところになってきましたんで、これで行ったろうかという風なので、今ちょっと準備に持ってきておるところでございました。以上、飛行機に乗せる時のね、装備、電車に乗せる時の装備、もし何かあった時の修理道具とかで、お土産だったりとか、洗面道具とか、なんか引きこもごもを詰めてこんな感じで行ってこようというふうに思っております。で、天気がねちょっとどうなるかちょっとよくわかんないんであれなんですけども、もし晴れる、雨が降りそうでもないんだなーとかっていうんであれば、またちょっと千歳空港まで自走するとか、やってみたいと思いますし、東京の方ではですね、ちょっと仕事もありますから、あんまり時間に余裕が持ってないっちゃないんですけども、ちょっと時間の余裕があればですね、渋谷の方から代官山界隈とか、下北沢界隈とか、環状7号を品川の宿に向かって走ってみるとかいうようなことをちょっとやってみたいなと思います。で、いろいろ地図でね調べてみると、やっぱ東京はね歴史あるところですので、史跡というかね、それになんか等しいような、建物もしくはねいろんな場所がいろいろありますので、この自転車でプラプラして自転車で見えてくること、日本史の奥深さとか、そういったところもこう学んでいきたいなというふうに思っておるところでございました。どんなご報告ができますか、楽しみです。